県三部郡横芝光町酒田付近にあった日本の城。14世紀中頃千葉市によって築城されたと伝えられている。なお、平良県と関連があるとする向きもあるが、両県の時代の館は館であり、関連性は薄いと言えよう。南東側に九十九里平野から太平洋を望み、北東側は栗山川を挟んで、下宇佐国と境を接し、 九十九里浜中央から市水を経て、下佐国府へ至る道と、牛久を経て、日立国府へ至る道の分岐点にあり、追記当時付近は、幼少の地であったと推定される。総州山室不伝記によると、坂田城はこの地方の領主だった三谷種京の居城であったが、一族で争っていたため山室氏の確証であった、伊田氏に付けられることとなり、工事元年うるう10月18日、 伊田智種に吸収されて、三谷氏は滅亡、伊田氏に乗っ取られたと言われる。工事2年に、伊田智種の子、伊田種則が修復し里見氏に属した、安房正樹氏の永禄年間における、東佳総侵攻を防戦した。しかし、天正18年の小田原征伐の際は、上主、伊田種則は、小田原城にあって、坂田城には、わずかの留守部隊しかおらず無血会場。 会場となった。市場として、長倉城、小包城、浜手城を持っていた。小包城は、交渉元年9月7日に、原種房に追われた千葉種県が登場で自刃し、千葉市宗家が滅亡した場所とされている。ありがとうございます。